この大舞台を勝ち抜き栄冠をつかむのはどの馬娘か。バルモ杯決勝、このレース最も人気を集めているのはここまで無敗グランプリ馬娘6番オグリキャップ。1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘7番オグリキャップ。注目の2大ダート戦覇者コパノリッキー、5枠5番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ後続を離して先頭に立ったのはコパノリッキー。コパノリッキー軽快にレースを運んでいますね。コパノリッキー快調に飛ばして行きます。先頭はコパノリッキー、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は7番オグリキャップ、その後6番オグリキャップ。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはコパノリッキー、このままリードすることができるか。続いて7番オグリキャップ、外から外から6番オグリキャップ。コパノリッキー上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。依然先頭はコパノリッキー。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずコパノリッキー。続きました7番オグリキャップ、その外並んで8番オグリキャップ。2馬身3馬身開いて6番オグリキャップ。5番手には怪奇シャーク、少し後ろからエルコンドルバッサー、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、後からナイスネイチャー、少し離れてジンボリルドルフ。意気揚々と先頭を行きますコパノリッキー。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。地方レース上トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。コパノリッキー逃げる、リードを開いていくコパノリッキー、未熟を通過コパノリッキー、このまま最後まで行ってしまうのか。コパノリッキー突き放す、乗り下がる7番オグリキャップ。コパノリッキー今一着でゴールイン。勝ったのはコパノリッキー。最後のレースを見事に勝ち、バルゴ杯の栄冠をつかみました。2着7番オグリキャップ、3着は6番オグリキャップ。